次に和田義明君。はい、自由民主党の和田義明でございます。質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速質問に入りたいと思います。まず男性の育児休業についてです。昨年の4月に男性育休推進法が可決をされました。そしてこの国会でも国家公務員の育児休業を推進する法律の改正案が提出され審議されることになっております。この男性の育休の議論でございますけれども、2019年自民党の中で議連を立ち上げ、そして議論をスタートしてまいりました。令和1年度の男性の育休取得率、その時はまだ 7.48% でありましたけれども、令和2年度にこの力もありまして 12.65% と大幅に増えております。ただ多くの方々がその男性の育休取得を希望している中、まだ 12.65% しか取れてないというこの残念な現実、これに直視しなければいけないと思っております。また育児休業を取得すればいいのかというと、これはまた違うんだと思っております。やはりしっかりと男性が育児休業を取って、そして家事育児に参画をして、男女がしっかりとこれを分担して、そして男女お互いがですね、自己実現、これに向かって大きく一歩踏み出せる、これが何よりも大事だと思っておりますし、これが日本国民のウェルビーイングに資するというふうに考えております。最初の質問でございます。昨年の4月の法改正、そして今国会における法改正に向けた審議、これが進んでいる中、これから政府はどのような手を打って、この男性の育児休業の取得率を飛躍的に増やしていこうとお考えでしょうか。私の考えでは、今目標として上がっております 30%、 これは極めて低い目標であったり、やはり圧倒的過半数を目標にする、これが必要だと思っております。今後どのような手を打っていかれるかということについてお伺いいたします。よろしくお願いします。野田大臣。お答えいたします。父親が育児に主体的に関わることは、母親の子育て中の孤立感、また負担感が軽減されて、夫婦で子どもと向き合い、安心して子どもを産み育てることのできる環境につながるものと考えています。で、和田議員ご指摘の男性の育児休業取得率は、令和2年度に 12.65% であり、徐々に増加はしているものの、依然低い水準であります。で、このために少子化社会対策大綱では、男性の育児休業をご指摘のように2025年まで 30% にするという目標を掲げて、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取り組みを総合的に推進する方向を示しているところです。昨年成立した改正育児介護救護法においても、この出生直後の時期における父親の育児休業の枠組み、これ通称産後パパ育休の創設、育児休業の取得状況の公表、に加えて、男性の育児休業取得が進まない主な要因として、職場の雰囲気が挙げられていることを踏まえ、育児休業を取りやすい職場環境の整備や、子どもが生まれる労働者に対する個別の働きかけを事業者に義務づけることとしています。こうした取り組みを通じて、職場をはじめ、社会全体の意識改革を促すことが重要であると考えます。今後も厚生労働省と連携して、政府全体でしっかりと取り組みを進めてまいります。こうした取り組みを含め、男女が共に子育てに参画し、共に仕事と子育てを両立しやすい環境整備にしっかり取り組んでいきたいと思います。よろしくご指導お願いします。和田義明君。大臣ありがとうございました。まさにこれ職場の文化雰囲気、これをゼロから変えていかないとですね、やはり実現しないことだと思っておりますので、法律の改正以外にもですね、いろんな手段でもって、この男性の育休の推進、引き続きご指導のほどよろしくお願いを申し上げます。で、この男性の育休の取得率、霞が関非常に頑張っていただいております。私が政務官を務めておりました金融庁、これも私がその政務官になる前からなんですけれども、大変力強く取り組んでいただいておりまして、これ1ヶ月以上取得した率がこれ 100% だったということで、これは本当に金融庁のトップマネジメントのですね、方々のご尽力だということで、心から敬意を表しますし、また多くの省庁でもこの取得率の向上にお務めいただいておりますことに、重ね重ね感謝を申し上げたいと思います。で、この金融庁におりましたときにですね、やはり世の中のこの職場文化を変える、一つの有効な方策としてですね、私はこの上場企業の有価証券報告書、これに男性の育児休業の取得率、できればですね、法律で認められている期間、フルフルで取った取得率をですね、記載するべきだと、義務化するべきだという話をしておりました。
でやはり社会からですね、見てこの従業員の人たちのそのウェルビーイング、これにどれほど真剣に取り組んでいるかということは、これはそのマネーの業界からもですね、非常に注視していることなんだと思います。で引き続き私はこの有価証券報告書への記載義務化、これをなんとか進めていきたいと思っているんですけれども、まあ、これを所管しております金融庁に進捗の状況をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。金融庁井上総合政策局審議官。お答え申し上げます。現在金融審議会のディスクロージャーワーキンググループにおきまして、投資家の投資判断に必要な情報を提供する観点から、人的投資や多様性確保を含むサステナビリティに関する企業開示のあり方等について議論を行っていただいております。昨年10月の同ワーキンググループの会合では、多様性確保に関する企業開示のあり方の議論の中で、委員ご指摘の男性の育児休業取得率の記載についても取り上げさせていただいたところでございます。今後金融審議会での議論を踏まえまして、有価証券報告書における男性の育児休業取得率の記載について具体策を検討してまいりたいと考えております。和田義明君。はい、ありがとうございました。過去の経緯でですね、日本企業で、まあ、パタハラの事案があって株価が大きく下がったといった事例も複数あるというふうに認識をしております。ですので、これは投資家にとって極めて重要な情報であるということは改めて申し添えたいと思いますし、引き続き金融庁のご尽力をよろしくお願い申し上げたいと思います。続きまして、新型コロナの感染症対策についてお伺いをしたいと思います。今PCR 検査の試薬がですね、不足しております。新規感染者がここまで増えてくると確かに厳しいということは分かるんですけれども、一方でやっぱりこの検査ができないとですね、必要な方をその病院に導いたり、またかかってない場合にはですね、ちゃんと安心して社会に復帰してもらったりすることっていうのは困難だと思います。この PCR 検査の試薬の供給状況について、どのような形で今強化をされているのか、政府の取り組みをご披露ください。よろしくお願いします。宮崎審議官。お答え申し上げます。最近の急激な感染拡大によりまして、委員ご指摘のとおり PCR 検査の試薬、あるいは抗原定性検査キットの需要が急速に伸びている状況がございまして、地域によっては一時的に供給不足が生じているという状況でございます。このため、この PCR 検査の試薬、検査キットともにですね、先月中旬に厚生労働省からメーカーに対して増産を要請をするとともに、需給が安定するまでの間につきましては、優先付けと供給のコントロールを行うことといたしまして、医薬品卸売業者およびメーカーに対する協力要請など、優先度に応じた物流の流れを確保する措置を講じているところでございます。検査キットにつきましては、国が買い取り保証をして、当面1日80万回までの増産を要請して、今週1月31日の週には490万回分が生産輸入される見込みでございます。これから数週間かからない間に1日80万回分の供給を見込んでいるところでございますが、メーカーとも密接に連携をいたしまして、可能な限りこの目標を早く達成できるように努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。和田義明君。ありがとうございました。2月いっぱいまでが一つの大きな山だというふうな意見もございます。ですので非常に時間のない中ですね、ご苦労されているとは思いますけれども、引き続きこの PCR 検査の試薬の入手、これにご尽力いただきますようお願いを申し上げたいと思います。次の質問でございますけれども、濃厚接触者の待機期間についてでございます。これは医師の方々、これは0日というふうにして、毎日検査をすることを条件にしているというわけでございますけれども、やはり社会を動かしていくという観点から考えますとですね、この待機期間を短縮する仕事の対象、これをもっと幅広いですね、エッセンシャルワーカーに広げていかなければ、社会は回らなくなるんじゃないかなというふうに思っております。PCR 検査がなかなかできないというところがボトルネックになっているとは思うんですけれども、一方で例えば幼稚園や学校の先生方、保育士、その他エッセンシャルワーカーの方々がですね、しっかりと動ける体制というのを作っていくことも、これまた肝要だと思っております。この点について政府のご意見をお伺いしたいと思います。佐藤厚労副大臣。新型コロナウイルスの感染者が急速に増加している中、感染拡大を防止しながら、できるだけ社会経済活動を維持することは重要であると考えております。このため、これまでに得られた科学的知見や専門家のご意見を踏まえ、1月28日に濃厚接触者の待機期間について、原則7日間待機で8日目に解除、社会的機能維持者の方は2日にわたる検査を組み合わせることで5日目に解除、また無症状者の療養解除基準につきましても、検体採取日から7日間を
経過した場合には、8日目に療養解除を可能とするとともに、2月2日には陽性者の濃厚接触者であって、当該陽性者と生活を共にする家族や同居者の待機期間は、当該同居家族等が社会的機能維持者であるか否かにかかわらず、当該検査陽性者の発症日、または当該検査陽性者の発症等により、住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間、8日目には解除するという取り扱いに変更させていただいたところであります。オミクロン株につきましては、感染力が高く、かつ感染した場合の潜伏期間も短くなっていることが確認されておりまして、濃厚接触者の待機期間のさらなる緩和につきまして、引き続き感染状況のほか、科学的知見や専門家のご意見を踏まえて判断してまいりたいと考えております。和田義明君。はい、ありがとうございました。引き続き海外の事例等々も踏まえながらですね、さらなる緩和もご検討いただけたらと思いますし、何よりも社会を動かすというところをですね、引き続きよろしくお願いしたいと思います。続きまして、今、病床の占有率が各地で増えているわけでございますけれども、一方でこの入院の基準というのはですね、デルタの時、第5波の時と変わっていないというふうな現実があると思います。中等症1というふうにカテゴライズされる方以上、厳しい状況にある方が入院というふうなことになっているんですけれども、オミクロンはご案内のとおり、デルタと比べてですね、重症化するリスクが少ないということもあります。またそもそも、ワクチンを2回接種した率というのが、その第5波の時と比べると圧倒的に違うというのもありますし、また経口治療薬があるというようなこともあります。このような状況下、本当に中等症1で入院をしなければいけないのか、この基準をそのデルタと同じ基準にしておいていいのか、それでもって本当にその病床の確保というのがですね、できるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。佐藤厚労副大臣。新型コロナウイルスの感染症については、感染症法上の入院勧告、措置の対象者の基準として、65歳以上の者、基礎疾患がある者、妊婦、重症または中等症の者、都道府県の感染のまん延防止のために入院させる必要がある者と認める者などが定められているところであります。どのような方に入院いただくかは、最終的には都道府県の判断となるわけでありますけれども、こうした基準を設けているのは、患者の症状等に応じた適切な医療が確保できるよう、リスクの高い方を重点的に入院につなげる必要があるからであります。その上で、中等症の方をこの基準の対象から外すことについては、オミクロン株の特性については、まだ科学的知見が確立していない中では、慎重に考える必要があると考えているところであります。ただ一方ですね、病床が逼迫するような事態に陥ることは、何としても避けなければならないと考えておりまして、こうした観点から、先日1月12日には、入院患者については重症化の恐れが低くなった段階で、自宅療養等へ切り替えが可能であることを再周知させていただきました。また、2月2日のアドバイザリーボードにおいて示された科学的知見を踏まえまして、入院から4日目以降に、中等症2以上の悪化を認めないものに関しては、入院患者の自宅療養等への切り替えについて、積極的に検討することを推奨するよう、自治体にお示しをさせていただいたところであります。引き続きご指摘を踏まえましてですね、必要な方が必要な医療を受けられるよう、専門家のご意見や科学的知見を踏まえて、適切な対策を講じてまいります。和田義明君。
ありがとうございました。東京都をはじめ、病床の占有率が 50% を超えたところが出てきておりまして、ある意味その医療提供体制に今黄色信号が灯ったというふうに言えると思います。ですので、そこのところはその地域地域 その病床占有率の状況に合わせてですね、ぜひ柔軟にご対応いただきますようお願い申し上げたいと思いますし、また自宅ホテル療養される方々につきましてはですね、遠隔診療等々のですね、こういったそのツールを使ってですね、きめ細やかなかつ確実なケアをお願いしたいと思います。続きまして、新型コロナの経済対策に関して質問でございます。政府の方で、実質無金利無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資を進めていただいておりまして、これで多くの中小企業、個人商店さん助かっている状況でございます。ただ、コロナ禍長引いております。そして返済期限が近づいているケースも少なからずございます。こういった中、このゼロゼロ融資の返済期限が迫っている状況下、これを猶予をしていただくことは可能か、信用その、なんていうんでしょう、情報を傷つけない形でのですね、猶予、こういったことを今、ご検討していただいているかどうかについて、ご披露ください。よろしくお願いします。山際大臣。はい、ご指摘の資金繰り支援につきましては、実質無利子無担保融資、これ3月末まで延長いたしました。それでその猶予という言葉の意味は相当微妙なところがあると思うんですが、返済の期間をですね、先延ばしにするという意味においての条件変更は、もう実はもう 99% の金融機関においてこれを承諾しているところでございまして、必要とあればその開始始める日程をですね、さらに遅らせるというようなことは工夫ができるものというふうに思ってございますし、またそれを促すようにさせていただいているところでございます。和田義明君。はい、ありがとうございます。おそらくこのゼロゼロ融資の制度ができたときにはですね、ここまでコロナが続くというふうな想定はしていなかったのかなとも思いますのでですね、寛大なるご措置をお願いしたいと思います。あと、いろんな仕事の現場におきましてですね、特にものづくりの現場において、頼みにしていた海外の実習生、またその海外のですね、人材、こういった方々が今、その水際対策で入ってこれないという状況がございます。それで確かに国内の感染を抑え込む際の水際対策というのは重要です。特に新しい株が出てきた時の、その初期の段階というのは大事だと思います。ただ、こういう状況になって、本当にこれ、なんていうんでしょう、海外から人を入れられないのか、入れる術はないのかというところはですね、私は入れる術っていうのはあるんだと思います。多少その入国に時間かかってもですね、しっかりと検査をして、それで入っていただいて、国内経済を支えていただく、こういったことだって僕はできるんだと思うんですけども、この海外のですね、実習生等々、海外の人材、こういった方々をですね、これから日本に入れるということにつきましてですね、前向きにご検討いただけないか、政府のご所見を伺いたいと思います。山際大臣。結論から申し上げますと、検討はもうしてございます。それでこの先生ご案内のようにですね、昨年末の段階ではオミクロン株がどういうものかというのはまず分からなかった部分が多かったので、最悪の事態を想定して G7 の中でも最も厳しい水際対策というものをさせていただいて、で総理の方から申し上げているように2月末まではその骨格は維持していこうという話でございます。骨格ですからいろんな工夫の余地はございますし、実際に日本にとって必須の方々に関しては外国人の方でもですね、個別に見ながら入っていただくというオペレーションをもうすでにやってございます。でこれをどん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 広げるという方向にありますし、またこれから海外の感染者の状況と日本の感染者の状況が変わらなくなってくればですね、そもそも水際というものの対策の必要性というものも薄れ合いでくるというようなこともありますから、そういうことも勘案しながら柔軟に対応できるようにしてまいりたいと思っております。和田義明君。この人材の確保につきましても、やはり社会経済を動かすという意味では非常に大事なところでありますので、引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。政府の方でですね、所得の向上に向けて大変長年ご尽力をいただいております。特に安倍政権がスタートしてから最低賃金もう9年連続で引き上げていただいておりますし、各企業に対するその賃金の引き上げ、これのお願いというのも政府の方から累次していただいておりまして、効果が出ているところも多々ございます。ただ、これはその企業の経営者にしてみたら、コストのアップにもなっているわけでございます。今エネルギーやいろんな資材、そして物流コストが上昇している中ですね、コロナで景気はなかなか厳しいものがございます。
そういった状況下、中小の製造業、とりわけ食品産業においてですね、採算の悪化、場合によっては逆罪が生じているケースが少なからず見られます。なかなかやはりそのコストを価格に転嫁できない、そして適正な収益が上げられない、こういったことで苦しんでいる企業がですね、私の地元でも本当にたくさんございます。こういった状況下、こういったその適正な競争がしっかりとできるようなですね、対策、政府の方でも公正取引関連で累次やっていただいてはおりますけれども、政府 の取り組みについてご披露いただきたいと思います。はい、山際大臣。はい、これも先生と我々、完全に問題意識は共有させていただいておりまして、それもあって、昨年末、本当に年の瀬になってしまったんですが、12月27日に、この総理がですね、各産業界の皆様方にお集まりいただいて、ここの価格転嫁を円滑に進めるためのパッケージ、施策パッケージというものをお示しをして、ご協力いただけるように要請もさせていただきました。それに従って、この1月から3月までを重点期間という形にして、今、その価格転嫁が円滑にできているかどうかということをしっかり見させていただいております。で、ここは公正取引委員会と中小企業庁が組んでいただいてですね、下請け代金法や、あるいはこの公正取引委員会の手によってですね、適正にこのビジネスがなされているかどうかということも含めて注意深く見ているところでございまして、これをまずはやらせていただきたいと思っております。4月以降も下請け G メン、だいぶ人数増やさせていただきましたので、この下請け G メンによってですね、1年間に1万社、実際に見させていただいてですね、それでフォローアップをしていくということも決めてございます。しかしこれはもちろんやらせていただくんですが、先生の問題意識と共有させていただいているところは、中小企業の側もですね、イノベーションを起こしていかない限り、この産業構造が変わらないとどうしても価格転嫁がうまく進まないという部分があるので、そのイノベーションを起こしていくための成長戦略というものを我々必死に今練って、それをみんなで共有しながらやろうとしているところでございまして、それも合わせてやりながらですね、この賃金が上げられるような状況を作っていく、これをやらせていただきたいと思っております。和田義明君。ありがとうございました。確かにイノベーションは不可欠だと思っております。そのイノベーションの強化、そしてどのようにしたらいいのかといういろんなそのサポートですね、そういったところのサポートと、あとその下請け G メン的なものをですね、とりわけ食品産業の方にですね、振り向けていただきますようによろしくお願い申し上げます。あとこの賃上げがですね、行われていく中ですね、配偶者控除 の150万円の壁、そして、社会保障の130万円の壁、これがやはり立ちはだかっておりましてですね、多くの工場で働いているパートさん、11月、12月に働くのをやめようというようなことになって、これ、ものづくり その平準化に大きな影を落としております。でもこれ、古い議論であってですね、このバーも少しずつ引き上げていただいてはいるもののですね、やはりさらに上げていただく必要があると思います。この今後についてですね、政府のお考えをお聞かせいただけたらと思います。山際大臣。これも先生と問題意識は完全に共有させていただいておりまして、岸田内閣においては全世代型社会保障制度構築会議というものを立ち上げて、そこでメインで議論していかなくてはいけないと思っていることの一つが、今先生にご指摘いただいたですね、この社会保障制度の中でも特に男女においてですね、その社会保障のある意味制約になっているような条件というものをどう考えるかという話がございます。で、私たちとしては男女別なくですね、全ての言ってみれば労働できる方々がですね、自己実現のために自分の思うような仕事ができるような環境を整えるというのは非常に重要だと考えておりまして、しかしそれもバランスを取りながらということが必要になるものですから、この社会保障制度の構築会議、これを全世代型のものとしてどうするかということを議論を今しているところでございまして、これもそう遠くない将来に方向性をしっかり示させていただきたいと思っております。和田義明君。ありがとうございました。稼ぐことにヘジテートしないようなですね、やっぱり制度というのが必要だと思っております。思う存分稼ぎたい人が稼げる、そういった環境づくりというのは引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。続きまして経済安全保障についてでございます。今国会におきまして、総務省が放送法の改正法案、これを提出いたします。で、この中の一部にですね、市町村単位のコミュニティラジオに対する外資の間接出資の規制緩和、これが盛り込まれております。政府が経済安全保障を看板政策として掲げる中、また第三国からの影響工作
が重大な懸念事項となっている状況か、この法改正案には正直私は驚いております。経済安全保障の観点から問題ではないかというふうに考えております。ちなみに私が毎月地元選挙区で出演しているコミュニティラジオがあるんですけれども、ここの対象エリアの人口というのは12万人です。そしてこの12万人にとどまらず、このラジオを聞こうと思ったら、インターネットラジオでですね、日本全国で聞けるわけで、現に鹿児島県の離島のですね、島とつないで番組なんかも作ったりもしております。こういった状況下、決してコミュニティラジオは小さな、コミュニティラジオの影響力は小さいというようなことでは私はないと思っておりますし、ちょっと過小評価しすぎなんじゃないのかなと思っております。そういった中で、経済安保の司令塔であります小林担当大臣のお考えをお示しいただけたらと思います。はい、小林大臣。今ご指摘いただいたものにつきましては、総務省の有識者の会議におきまして、コミュニティ放送を含む情報通信、この分野における外資規制のあり方について検討が行われて、その結果を踏まえて今国会に法案が提出される予定と承知をしています。で、基本的に市町村内向けの放送されるこの FM 放送であるコミュニティ放送につきましては、その社会的影響力に鑑みて、間接出資にかかる外資規制は廃止するものの、直接出資に関する外資規制は維持をするものと承知をしております。で、同時にその提出予定の法案では、外資規制の実効性を確保するために、その届け出、そして報告制度を創設するものと承知をしております。で、まずは総務省におきまして、コミュニティ放送事業者への出資について、経済安保の観点を含めて、これらの制度も活用してしっかりと対処することが重要と考えておりますが、政府としては今回のその法改正の制度改正の影響を、しっかり注視していきたいと思います。和田義明君。はい、ありがとうございました。この投資の是非の判断をですね、自治体任せにするような雰囲気もちょっと見えております。これはやはり違うんだと思います。国家の安全保障はやっぱり国がしっかりと責任を持ってやらなければいけない。ですからやっぱりこれは総務省さんがしっかりと責任を持ってですね、そこら辺の是非も判断する、そういったことも必要になってくると思います。いずれにしてもこの法案が通るんでしょうけれども、通った後もですね、万一まずいということであれば速やかな命令を撤退ということもですね、ご検討いただきたいと思います。続きまして、2015年の3月、中国の全人代は、軍民融合という政策をですね、国家戦略に格上げをして、で、その年の7月にですね、中国科学技術協会というところが軍民融合技術装備博覧会、軍博と言われてますけれども、これをスタートいたしました。で、この中国の科学技術協会というところは、その傘下にですね、軍事研究機関を持っております。そしてこの軍博が行われた2ヶ月後ですね、2ヶ月後の9月7日、2015年の9月7日、日本学術会議は、この中国科学技術協会と協力の覚書というのを締結しております。当時、経済安全保障の概念というのは、今日ほど確立はされてなかったとはいえですね、日本学術会議というのは内閣府の特別機関であると認識をしております。日本の政府の特別機関が中国の軍民融合に組みしているというふうなこの現実について、経済安保の司令塔であります担当大臣からのお聞かせをお願いします。はい、小林大臣。経済安全保障担当大臣としてお答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、日本学術会議は多国間そして二国間の枠組みを通じた学術交流を行っております。で、ご指摘の覚書についてでございますけれども、これは出版物の交換、あるいはそのセミナーなどの学術活動の情報交換、そして研究者間の交流など、一般的な学術交流を促進するものであると聞いておりまして、日本学術会議としては、その組織として、中国のいわゆる軍民融合を支援する学術交流事業を行っているとは承知はしておりません。いずれにしても、本件については、国内外でさまざまな報道がなされておって、また、さまざまな議論がなされていることは承知をしておりますので、政府としては引き続き関心を持って、関連の動向を見てまいりたいと考えております。委員長。和田義明君。はい、しっかりと細かいところまでぜひとも厳しくチェックをしていただきたいと思います。それで、もうこれはですね、極超音速兵器の技術ですとか、またAI、ドローンの技術、自律型の兵器の研究、こういったことは日本の技術がかなり中国に流れていると
というふうに言われております。これは多くの情報機関が警告を発しております。ですのでぜひともこの点を改めてですね、念頭において注視していただきたいと思います。でこの学術会議と中国科学技術協会の協力の覚書が締結される、ずいぶん前からですね、実は日本の研究者が中国 の, 現あの軍事研究に関与しているという調査結果もございます。特に、国民の血税から出ております科研費をもらっている研究者の方々が少なからずこの中国の軍事研究に携わっているという情報もございます。ある機関の調査によると、科研費10億円以上受領している研究者が少なくとも8名、この中には国立大学の研究者もおります。こういった方々が中国の専任計画に参画しているという報告もあります。政府として科研費を受領している研究者、そうではない日本人研究者の専任計画および中国の軍事研究への参加の実情について、どの程度把握をされているのか、そしてどのような手を打っているのかということについてお示しください。小林大臣。ご指摘の点については、報道等で承知をしておりますが、詳細につきましては我が国の情報収集能力を明らかにしてしまう恐れがございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。なお政府としては研究コミュニティ自身が外国からの不当な影響に関する懸念も認識した上で、研究の健全性そして公正性、これを自律的に確保していく取り組みが重要であると考えておりまして、昨年の4月に統合イノベーション推進会議において、研究インテグリティに係る対応方針を決定いたしました。またそれとともに昨年12月には競争的資金の適正な執行に関する指針を改定しました。これはつまり、その公的な資金を研究者が申請をする際には外国政府を含めてどういうところから資金を提供されているかということを報告してほしいということであります。でこうした取り組みは科学技術イノベーションの振興はもとより、輸出管理をはじめとした技術流出防止の取り組みと相まって経済安全保障に資するものと考えておりまして、経済安保の強化に向けて引き続き関係省庁と連携して取り組んでいきたいと考えます。和田義崎君。はい、ありがとうございました。矢継ぎ早に累次政策を打っていただいていること、このことには敬意を表します。日本の国民の血税がですね、他の国に回り回ってそして日本に牙を向く、こんなことは絶対にあってはいけないと思っております。一方で、このエンジニアの方々がその必ずしも厚遇されていないということもですね、技術流出の原因なのかもしれません。このソフトの面とハードの面からですね、しっかりとその日本の技術の安全保障といったところもお力をいただきたいと思います。どうもありがとうございました。次に。